クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。8月のクリスマスローズ Q&A シリーズです。今日は久しぶりに、室内での撮影です。外暑いです。関東甲信地域は6月8日頃に梅雨入りして7月22日頃梅雨明けしました。今日は8月の6日ですね。そこで今年の梅雨の状況について去年と比較しながら評価してみましょう。こういった表とグラフを作ってみました。東京都練馬区の、気象庁のデータですけれども、まず表の、6月のデータを見てください。6月の平均気温は、去年2022年ですね、系列1ってなってますけれども、2022年が23.0 度、今年が 22.9 度とほぼ同じですね。グラフを見ていただくと、右上のグラフですね、日平均気温のデータ書いてますけれども、左側の青い線が系列1が2022年、だいだい色オレンジですねの線が2023年系列2となってますけれども、6月に関してはですね、ほぼ同様な気温となっていることがわかります。クリスマスローズの生育環境としては、この気温ですと成長が滞る夏の季節に相当します。私はクリスマスローズの栽培において日平均気温が20度を超えると夏と定義しています。これはあくまでもクリスマスローズにとっての夏の定義ですね。気象庁が普通に定義している夏というのは6月から9月ですが、昨今の気候は基本的には春と秋の期間がもう極端に短くなってもうなくなってきており、このままだと夏と冬だけになりそうですね。話がそれましたが、一方降雨量ですね、6月の、表のデータを見てください。去年2022年が58ミリ、今年は 377.5 ミリと、圧倒的に今年の6月は雨が多くなりました。右下の降水量のデータを見ていただいても分かるように、青色の、降水量のデータを見ていただくと、6月ですね、もうぐんとオレンジの棒が伸びていることが分かるかと思います。気温が20度から25度と、真夏ほどではないけれども、それなりには高温で降水量が多いと、当然クリスマスローズにとっては灰色カビ病や根腐れが発症しやすい環境となります。
次に7月ですが、まず表の7月の欄ですねを見ていただくと、去年2022年の、平均気温は 27.4 度、今年が 28.7 度と、より暑くなりましたね。右上のグラフでも分かりますけれども、7月のところを 見ますと若干オレンジの棒が長くなってきております。そして降水量ですね、表の降水量の欄を見ていただくと、7月は 139.5 ミリだったのが、今年は11ミリと、今度は逆にですね、今年は降水量が激減していますね。本当完全な空梅雨となりました。グラフで見ていただくと、右下のグラフ、降水量のグラフで7月を見ていただくと、お分かりのようにオレンジの棒がほとんどなくなっているのが分かるかと思います。高温で降水量が少ない夏は、クリスマスローズにとっては葉焼けや水枯れが発症しやすい環境となります。このように今年の梅雨は、6月は大雨、7月は空梅雨と、正反対の特性を示しました。いずれにせよ、クリスマスローズにとってはとても過ごしにくい気候となりました。そこで質問です。8月の栽培で気をつけることはありますか？ズバリお答えします。先月と同じですが、水やりの管理が大事です。まず8月の気候ですが、こればっかりは気象庁の予報が頼みになります。気象庁の1ヶ月予報、実際には8月5日から9月4日の期間の予報ですけれども、これによると関東甲信地域は平均気温は高めで、降水量は平年並みとのことです。ただし前半、8月5日から8月11日は高温で雨の日が多めとなるので、根腐れに注意してください。気温が高すぎると廃炉カビ病の発症は少なめとなり、根腐れのリスクが高まります。鉢土の乾き具合をよく確認して水やりしてください。木陰で栽培している方は風通しが悪いと過湿に陥りやすいので注意してください。できるだけ風通しの良い場所で栽培してください。一方、8月後半は晴れの日が多くなりそうなので、特に葉焼けや水枯れに注意してしっかりと水やりしてください。どうやら8月は6月と7月の両方の状況が前半と後半に分けて起こりそうですね。今回の動画はいかがでしたか？水やりの管理も気候状況をよく理解しておけば、病気や生理障害などの発症リスクを低減することができます。でも難しく考える必要はありません。雨が続き、鉢土が濡れているようなら水やりを控え、雨が降らないで暑い日が続くようなら
かりと水やりすれば良いのです。鉢土の乾き具合をよく観察して、夏の水やりを頑張ってください。なお、発症リスクについては、一般的な傾向を示したもので、一番注意してほしいことに焦点を当ててお話ししました。また、今回の話は関東甲信地域の気候状況に対するものでした。他の地域の事例については、改めて別の動画でお話ししますので、参考にしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。